はい、マサトブルーの次こそものの上手なれということで、今回から新しい企画ということですね。何をすの？はい、ビッグジョンレアジーンズ、エクストラジーンズ、150日間履き込みましたというこのストーリーを、まあ何回かにこう分けてお話をしていこうと思っております。もちろんレア、エクストラ、まあどんなジーパンですかっていうのをもう一回おさらいしたりだとか、もちろん色落ちどんななってるんですかとか、洗濯の仕方、乾かし方、色の落とし方、もろもろお話をねしていこうかなと思っております。実はここにちらっとありますが、レアとエクストラ150日間ずつ履いたパンツあります。これを徹底解剖というかね、こんな風に150日間履きました。その間に当然洗濯、先ほど言ったように乾かし方、ひげの付け方なんていうものをお話しできればなと思っておりますので、ぜひお楽しみにしてください。ビッグジョンのレアジーンズ、エクストラジーンズ、150日間履き込みました。パート1は次回、まあ今回まあ1ということで一応始めますけども、次からは、まあ次はね、レアってどんなジーパン、エクストラどんなジーパンみたいな、そのところからもう一回一番最初のところからちょっと話していきたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。今回第1回ということで、150日間履き込んだレアジーンズエクストラをこれからいろいろ語っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。マサトブルーの好きこそものの上手なれということで、今回はこれでおしまいとなります。ではまた次回楽しみにしてください。